都の市メイデンヘッドはイギリスのイングランド南東部バークシャーに属する町の一つである人口は2007年の国勢調査時点で約6万人日本語ではメイデンヘッドあるいはマイダンヘッドとも表記される東隣のウィンザーとともにウィンザーメイデンヘッド王室特別区という独立行政区を構成しており両都市の間には テムズ川の氾濫を防ぐためのジュビリー川という人工河川が造成されている。13世紀から18世紀にかけてはロンドン郊外の乾村の一つであったが1838年にパディントン駅を起点とするグレートウェスタン鉄道が開通しベッドタウンとして発展した。1901年7月12日に当地で1時間あたりの降水量92ミリを観測しており、 これがイギリス史上最高記録となっている。また、無線通信で緯度、経度を6桁の英数字で表示するグリッドロケーターは1980年に当地で企画が取り決められたことからメーデンヘッドロケーターシステムとも呼ばれる。日本では児童文学作品トリトル先生シリーズの原作者であるヒューロフティングの出生地として知られているが、ロフティングが 作家活動に従事したのは1919 19年にアメリカ合衆国へ移住した後であるためかイギリスではロフティングはアメリカの作家というイメージが強くメーデンヘッドにおいてもロフティングを検証する史跡などは特に存在していない以下はいずれもウィンザーメーデンヘッド独立行政区としての姉妹都市他の3つの王室特別区はキングストンアポンテムズ区 ケンジントンチェルシー区、クリニッチ区。ジュライ・メイデン・ヘッド、南条武則、イブ・セマスジとの幸福な出会い、新庁舎、考える人2010年統合、P66 から71。ありがとうございます。